ハンガリーの王冠、剣、宝八1857聖シュトバーンの王冠、または、ハンガリーの聖冠は、現存する王冠の中で、唯一の聖なる象徴として知られる王冠である。宝ク、マントと共に、ハンガリー王国の大冠の証として数えられ、12世紀以降、ハンガリーの王が代々引き継いできたものである。宝珠は、 アンジュ家のカーロイ一世の紋章が描かれたものであるが、冠を含めた他の証はすべてイシュトバーン一世にちなむものである。この王冠は、聖イシュトバーンの王冠の力の持ち出しが禁じられている。ハンガリー王はこの冠を受けない限り、正式な体冠を受けたと認められない。ハンガリー史上の50人以上の王がこの冠を受けてきた。この冠を受けなかったのは、 ヤーノシュ・ジグモンドとヨーゼフ2世の二人のみである。聖イシトバーンの王冠が聖冠と呼ばれるようになったのは1256年からである。14世紀頃から王家の権力は単純に君主に象徴されるものではなくなり、明確で客観的な事物である冠が象徴としての役割を持つようになった。言い換えれば、ハンガリー王国は王を飾る王冠を求めるのではなく、 王冠に合う王を求めるようになったと言える。これはヨーロッパでも珍しい状況である。1401年のハンガリー公式印象は、ハンガリーの聖冠風と銘打っている。イシュトバーン一世は、大冠式において、ナギボールドガスソニーと王冠との契約を守るため、聖なる王冠に忠誠を誓った。ナギボールドガスソニーは、単にハンガリー王国の守護者というだけでなく、 女王という意味も込められている。この契約は、将来にわたって君主に生成を付加するために、また生官の協議を基礎とする、政治体制を強化するために行われた。ハンガリー科学協会及び、ハンガリーカトリック監督会が提唱した説によれば、現存するハンガリーの、生官は、コロナグラエカとコロナラティーナの2つのパーツでできており、東ローマ帝国の影響を受けた。 ベーラ三世の時代に、現在の形に加工された、とされている。後に、聖イシュトバーンとして劣勢される、イシュトバーン一世の体感をもって、ハンガリー王国の成立とされる。ハートビク司教の記した、ローマ教皇が、祝福と共に、イシュトバーン一世に送ったものであるという記録をもって、聖寛の起源とする説がある。カールマーン一世の要求によって編纂された。 ハートビク司教の伝記がこの説の根拠となっている。ハートビク伝によれば、イシュトバーン一世は、エステルゴムのアストリック大司教をローマに派遣し、ローマ教皇に王冠を求めた、請求した。ここでは、ローマ教皇とだけ記載されており、ローマ教皇の名前は書かれていない。だが、ポーランド王ミエシコ一世の施設が早く到着した、ため、王冠は、ポーランド王のために作られることとなった。 その折、教皇は、夢の中に天使が現れ、別の国からの死者が現れて、王のための冠を求めるだろうとのお告げを受けた。次の日、実際にアストリックが教皇に越見して、冠を求めたため、教皇は、アストリックに冠を与えた、という記録である。ハートビク伝は1200年頃に、ハンガリーで祈祷書として使われていたが、そこでは、当時の教皇として、 シルエステル2世の名が挙げられている。シルエステル2世が王冠を授けた行きは、キリスト教権全域に広がったため、1613年、王冠守護者のピーター・リヴァイが、聖冠は、シルエステル2世からイシュトバーン1世へと授けられたものだと宣言するに至った。しかしながら、この伝承は脚色されているとも考えられている。例えば、ミエシュコ1世は、 シルエステル2世の在位期間より前に死亡している。さらに、イシュトバーン1世が劣勢された1083年頃に書かれたグレーターレジェンドによれば、彼の父の死から50年後教皇から祝福の手紙が届き主に認められたイシュトバーン1世が王に選ばれた。イシュトバーン1世は、問いを受けて誉れ高き王冠を体感したとある。この伝承では、 政官がローマから授けられたという描写が完全に欠落している。さらに、バチカンには、この政官を授与したことを示す文書が全く存在しない。ローマから王冠を授与することは、ハンガリー王国に対しての影響力を象徴するため、ローマにとって明確な利益になるにもかかわらずである。生漢の起源について、有名だが、信頼性に欠ける、こんな話がある。 ティート・マルフォン・メルゼーブルクによる報告で、そこには新生ローマ皇帝夫を三世が、イシュトバーン一世の体幹に同意し、教皇も祝福を与えた、と記述されており、多くの歴史家がこの時生涯も与えられたのだと主張したが、この報告には王冠についての記述は、全くなく、生涯がローマ教皇から与えられたものだとする根拠とは、ならなかった。これら二つの説。 ベーラ三世の時代に作られたとする説と、教皇から授与されたとする説の他にも、はるか古代やアジアに起源を求める数多くのロマンチックな伝説が存在する。イシュトバーン一世の時点での生還はどのあたりまでかという疑問は、1978年に冠がハンガリーに変換され、一通りの調査が可能になるまで棚上げになっていた。エナメル画に使われている技法が複数あることや、 彫刻がサークレット部でギリシャ語、バンド部でラテン語であることなどを考えると、二つのパーツがそれぞれ異なる時代に作られたということになる。しかしながら王冠を分解した記録は全く残っておらず、記録上はイシュトバーニッセイが体感したものと同一のものとみなされていたのである。王冠にはその使用上三つの種類がある。聖冠は、 大冠式の際にのみ使用され、使用しない時は常に二人の王冠守護者に守られている。王冠守護者以外に、この聖冠に触れることができるのは二人だけである。時のナドリスパンが大冠式の間、聖冠を台座に置き、時の大司教が王に冠を被せる。王冠のエ七1792年当時の物聖冠は、金星で九十のエナメルが宝石、 天然の真珠、アルマンディン等でできており、構造上三つに分けることができる。すなわち、下方の円管部、髪型の交差した帯、現在は、ねじれてしまっている長部の十字架の三つである。円管部の左右四本ずつ、後部に一本の鎖には、それぞれ下げ飾りがついている。コロナぐらいかコロナぐらいかは幅5.2センチメートル、直径20.5センチメートル。円部の後部の カッティングされた二つのアクアマリンは、マーチャーシュに世によって補充されたものである。正面の絵には、クリスト・パンタクレイターと刻まれている。イエスの左右には大天使・ミカエルとガブリエルが描かれており、その半分のサイズで殉教者、ジョージ、デメトリウス、コスメス、ダミアネスが共に描かれている。沿岸部の後部にはミカエル7世・ドゥーカスが描かれている。 その下左側にはコンと刻まれており、これはコンスタンティノス7世、もしくはコンスタンティオスのことである。前者はミカエル7世ドゥーカスの子、後者は兄弟である。その右にはハンガリー王、ゲーザ一世が描かれ、ジョビツエスピスタスクレイルズトゥワキスと書かれている。当時、ハンガリー人は東ローマ帝国でターックスと呼ばれていた。これは、 東ローマ帝国の階級制度によるもので、皇帝とハンガリー王の間には明確な区別があり、芸在一世よりもむしろ聖人や東ローマ皇帝の方が重く見られていたのである。このことは、ハンガリー王の名前が黒や青文字で書かれているのに対し、皇帝の名前が赤で書かれていることからも伺える。クリスト・パンタクレイターとミカエル・七世の前後のカザリータは、 それぞれ別の方法で接着されている。クリスト・パンタクレイターの板が円にフィットしているのに対して、皇帝の飾り板は型が合わない。板のフレームを髪型に折りたたんで円に釘付けにすることで接着している。したがって、ミカエル7世のエナメル画は王冠のオリジナルデザインには含まれておらず、どこか別の場所で使用されていたものだと考えられる。コロナぐらいかの湾曲して、 先が尖った飾り板は東ローマ帝国における女帝の冠に特有の形である。すなわち、コロナグラエカは女性用の王冠だったのである。コロナグラエカはミカエル7世からゲーザの王妃であるシナデネに贈られた冠が元である。その時贈られたのは新品の王冠ではなく皇帝の宝物から選ばれた王冠を作り直したものであると考えられている。 古い人物が描かれていたか、ハンガリーの女王にはふさわしくない絵だったのか、ともかく古いエナメル画が取り除かれ、作り直された。その結果、現在のような形のコロナグライカがハンガリーに送られたのである。コロナラティーナコロナラティーナは、コロナグライカのように単独で王冠としての機能を果たすものではない。沿岸部に取り付けて、ドーム状の山になるよう設計されている。形状は、 5.2センチほどの幅を持った4枚の金星の板が7.2センチ四方の中央パネルに溶接された形になる。刻印された字体や成人の絵から製造年代が推定できる。古い字体の大文字が並ぶ中でトマスの T とパウルスの2個目の U は東ローマ帝国の効果に使われているラテン文字と共通する特徴がある。この書体は 11世紀半ばには廃れた。これは、教皇からイストバーニ一世に送られた聖骨箱や小型祭壇と同様の事態であり、証明することこそできないが、イストバーニ一世が、天井物と交換に王冠を受け取ったという、可能性もある。しかしながら、首都の絵は、使われている技法で判断する限り1000年頃に、制作されたものではない。交差している帯は、金のワイヤーで縁取られ、 下方で閉じて、装飾の体型を締めくくっている。中央のパネルには12個、全部で72個の真珠があしらわれており、キリストの死徒の数を暗示している。中央交差部のパネルには四角形の七宝焼きパネルがあり、クリストパンタクレーターが描かれている。4本のバンドには2つずつ、合計8つの絵がある。これには、死徒のうち、 首都行伝一章十三節に書かれた中の最初の八人が描かれている。十字架頂点の十字架は、キリストのエナメル画を貫通する形で荒っぽく取り付けてある。取り付けられたのは16世紀頃と推測される。十字架は17世紀頃から衝撃で曲がったような形になっているが、王冠をしまう鉄の箱に入れる際、きちんとしまわないまま蓋を閉めてしまったせいだと考えられる。 王冠全体、聖冠全体の形は、典型的な東ローマ帝国のキャマラアクション型の冠の上部を塞いだものになっている。多くの絵画で見られる冠の使用法も、また東ローマ帝国での王冠と共通する。おそらく、ベーラ三世の時代、東ローマ帝国の冠を模倣する形で、コロナグラエカに交差型のバンドが加わり、さらに、 コロナぐらいかと同様の装飾が施されて、現在の形になったのであろう。イシュトバーン一世との関係コロナラティーナはおそらく、もともとは、イシュトバーン一世の宝物であったのだと推測されるが、それ以外にも、体幹の証として用いられるべき品が、王冠と同時に用意されていた。体幹用のマントは、刺繍の記述がある通り、確実に、イシュトバーン一世と王妃、 ギーゼラが1031年頃に作らせたものだと判明している。奉仕と尺もまた、イシュトバーン一世の時代のものと判断される。神聖ローマ皇帝ハインリヒ二世やブルグント王、ルドルフ三世など、当時の支配者はそれぞれ固有の尺を持っている。これらの先に宝手がついた短い尺はこの時代に固有のものである。 ハンガリー王として戴冠するフランツ・ヨーゼフ一世王冠の金や宝石の物質的価値は19世紀前半の資産でホリント金か2万枚と言われた。だが美術的価値や宗教的な権力は計り知れない。カワロイ一世は生涯に3回戴冠式を行っている。これは1310年の聖冠による戴冠以外は正式な戴冠として認められなかった。 ためである。このように、体感は法的な義務として認識されてきた。他にも、聖官の権力を示すより、近年の例としては、このようなものがある。第一次世界大戦後のハンガリーにおいて、カール一世は、ハンガリー王位を取り戻そうとして失敗し、ハンガリー王は、空位となった。それから1946年に、共和政体が敷かれるまで、 ハンガリーは王がいない王国を続けた。そうなると、聖母マリアが名目上のハンガリー王として考えられるが、摂政のホルティミクローシュがプロテスタントであったため、叶わず、全ところのアリメイスモニーがその代わりとなった。これは、聖官をハンガリーの法的代表として、聖官が単独で、君主や国家の根幹としての権力を担うという考え方である。 君主や摂政は王冠が持つ武器に過ぎないとされた。この考えはハンガリーの受け化を促進した。聖意首都バーンの王冠の地の再保障を目指した右派は最終的にアドルフ・ヒトラーの第三帝国に結びつき第二次世界大戦の悲劇を生み出すに至った。ハンガリーの公文書や文章に以前と同じように聖冠が使われていることは近隣諸国にとって論争の的であった。 トリアノン条約で領土の大半を失ったマジャール人勢力が再び聖イシュトバーンの王冠の地を要求しているのではないかと疑ったのである。ハンガリー人は中央ヨーロッパ千年の動乱の中で生き残った象徴として王冠に当然の敬意を持っていた。だが聖冠の特殊な権力を主張する右派の政治運動を前にして分裂に追い込まれることとなったのである。 ハンガリーの紋章。聖官が上部にあしらわれている。聖官はこれまでに盗まれたり、隠されたり、失われたり、国外へ持ち出されたりもした。大官の宝物は王が空位の間聖ケシフェヘールワールに保管されていた。その後はビシェグラード、ポジョニー、ブダを転々とした。第二次世界大戦中は西ヨーロッパに運ばれ、最終的にはソ連から逃れるため、 アメリカ軍に引き渡され、フォートノックスに同時期大量に集まった金と共に保管された。水面下での広範な調査で王冠が本物であると確かめられた後、アメリカ政府の命令で王冠はハンガリーに返還された。1978年、ジミー・カーター大統領の下でのことで、ハンガリー王家の復職についての学術的調査が始まったのはここからである。 共産主義の調落の後、1990年に王冠は紋章への復帰を果たした。国民議会は、古州虎余志が1849年に定めた王冠のない紋章よりも戦前の紋章を選んだ。ヨーロッパでは珍しく、大冠のシンボルがほとんどすべて現存している。2000年1月1日、聖冠はハンガリー国立美術館からハンガリー内閣府へと移動された。 尺、宝珠、剣もまた移動された。マントは破損を恐れ、国立美術館の不活性ガス容器から移動されなかった。王冠等とは異なり、この赤いマントは1030年頃に作られた、イシュトバーン一世による純正品だと考えられている。古写本によれば、マントは王妃と次女の手作りで、マントの背部中央には、イシュトバーン一世唯一のポートレートが描かれている。 ラテン語の詩集によれば、このマントは、司教の礼拝用ローブだったようである。尺は、ハンガリー王家の所有物の中で、美術的な価値が最も高いと見られている。ライオンの装飾が施され、白水明玉がはめ込まれており、柄は木の芯に、最上質の銀飾りが施されている。ファーティマ町の貴重な工芸品である。イシュトバーニ一世の槍は、1100年頃に、 神聖ローマ帝国が手にすることとなった。ありがとうございます。